はい、こんにちは、長浜から来ました、西庵で、ございます、今日はスマイルのひいちゃんママからこの平和が一番のコンサートに、お誘いかけを お誘いかけをですね受けまして心から感謝をしております、この平和と言いますと戦争のない平和な暮らしということで、まあ、戦争に反対するということになるんですけれども、私も平和についていろいろあれこれこう考えていましたけれども、今のこのコロナの、時代、この中での災害の発生、いわゆる見えない敵との戦いが続く中で、みんなが心を一つにして、当たり前の社会、今までの社会を取り戻すということも平和への願いではないでしょうか。私が今回オリジナルを歌わせていただきますけれども、このコロナ禍の中で、湧き上がった、ふつふつと湧き上がった私なりの平和のメッセージで、ございます。聞いて、ください。まず最初にみんなで歌おうという曲で、ございます。去年の4月、ね、日本で初めて緊急事態宣言が出されるとき、あの時にみんなが下を向いて暗くなりました。子供も元気がなくなってきました。そんな時に、今こういうこと、こういう時こそ歌を、みんなで歌いましょうと、こう訴えた歌で、ございます。聴いてください。みんなで歌おう。Thank you.
曲で、去年のコロナ自粛中に最初に作った曲で、ございました。次はですね、涙も海を越えた弟子ということで、ございます。まあ看護師さん、コロナの最前線で頑張っていらっしゃる看護師さん、看護師さん自身も多くの苦しみ、悲しみを乗り越えて一生懸命頑張っておられる、私の身近におられる看護師さんをモデルとして作った曲でございます。涙の海を越えた天使、それでは聴いてください。次はですね、またこれガラッと変わりますけど、まあコロナ禍の中で、次から次と、まあ、地震やら台風など、追い打ちをかけるように、発生しますよね。人はみんな歯を食いしばって必死に、まあ、生きていると、そういうね、みんな頑張っていきましょうと、そういう歌でございます。みんな生きているという曲です。聞いてください。
しなく続く荒野の中で人は生きている疲れ求めきながら人はみんな生きている突き抜ける孤独の風と立ちはだかる人生の壁そこから逃げず進むことは辛いけど歌しか歌わんねやと、言われるんですけども、まあ、自然にね、このコロナ地震台風の中でみんなもがきながらね生きているという姿を想像しながら作った曲であります。ちょっと暗かったですけども、次はですね日はまた昇るという曲でございまして、実は私子供が3人おりまして、上が37歳、一番下が25歳、あ26歳ね、先日になりましたけど、一番下の娘がね、2年前に結婚をしています。籍も入れて入籍して一緒に住んでおるんですが、結婚式がこのコロナの関係で、延期と2回延期になって、来年の4月に3回目ができるか、3度目の正直できるかどうかというようなところでございまして、まあその若いカップルがね、
このコロナの中で、昔の当たり前の生活になんとか戻ってほしいということで、ね、夜空に星に向かって祈りを捧げているというイメージで作った曲で、ございます。聴いてください。日はまた昇る。夜空に輝く星に願い込めて祈るよ。いつまでも夜空に眩しく光る星に祈るこの想い、限りなくどうかあの笑顔を見られますように、声がこだまするように。星はいつもキラキラ僕らをときめかせ、願いも叶えてくれるんだ。さあ星に向かって祈ろう、日はまた昇る。景色がほんまに美しく見える、ね、見方によっては本当にあの輝く、やっぱそういう平和な時こそ、この歌が浮かんだということで、ございます。長浜はなんで長浜やということでございますけれども、長浜にはこんだけ美しい、景色が、まあ、他にもあると思うんですけど、私は誇りに思ってますので、どうかこの長浜の景色を皆さんに知ってもらう、そういう意味で作りました。長浜の誇り、ここにあり。
聞いてください。Thank you.
はこの景色歌っていけたかなというふうに心を新たにいたしました。本日はどうもありがとうございました。